おはようございます。今回は久々ですね、ホール実践ではなく山本さんのショールームにお邪魔させていただいて、スマスロ筋肉マン7人の悪魔超人編を打っていきたいというふうに思っております。やっぱり筋肉マンシリーズ、やっぱりこうパチスロ界に一石を投じた、コンテンツだと思っておりますので、またこうスマスロシーンに大きな一石を投じてくれるんじゃないかと期待してますので、早速その流れをですね体感していきたいと思います。それでは行っていきたいと思います。カジワのゼロ式、ありがとうございます。嵐の近代考察 TV。 改めまして皆様おはようございます。パチスロ必勝門の嵐です。というわけで今回はスマスロ筋肉マン7人の悪魔超人編をしだしていきたいと思います。まあいろいろと気になるところはたくさんあるんですけれども、一番の注目ポイントはめちゃくちゃスペックが優秀なんですよね。設定6の機械割りが現行機種の最高峰であります 100.9% あるということで、今回はなんとその設定6を示唆させていただけるという形になっておりますので、その性能をいかんなくはちょっと僕自信がないんで、なるべく発揮してですね楽しんでいきたいなと思っておりますので、まずはもう早速打ちましょう。打ちながらですねいろいろと打ち方なんか細かいところを解説させていただこうと思います。それでは打ちながらゲームの流れを見ていきましょう。さあまずは、打ち方なんですけれども、通常時は左第一停止推奨となっておりますので、まあ、左リールに、まあ、こちらのバーだったりとか、また赤7、紫7、どの箇所でもいいんですけれども、まあ、そのあたりを狙っておくとまずチェリーがフォローできると。で基本的に子役狙いは取りこぼしを防ぐというよりは成立役を見抜くために行うというイメージなので、残りのリールも適当打ちでも、取りこぼしなどは発生しないので、まあ、子役を見抜くために、まあ、子役を狙っていくというような感覚で打っていく流れになります。で通常時のゲームフローなんですが、基本的にはこの液晶にあるパワー、こちらを貯めていってですね、規定パワー数到達による AT の初当たりを目指していくというのが基本の流れとなっております。まあ、それ以外にもまあ直撃要素もあるんですけれども、基本的には規定パワーを貯めて、まあ AT の初当たりを射止めて7人の悪魔超人を撃破して、まあ上位 AT を目指すというような流れになっております。で今朝一なんですけれども、設定変更後はですね、モードでこのパワーが管理されているんですけれども、一応300万パワー以内の当選が期待できるということで、まあチャンスモードに移行しやすいというような形になっているみたいなので、まあ朝一は早いパワーでの初当たりが期待できるというような、まあチャンス要素も存在します。まあ今回は設定6を打たせていただいているんですけれども、まあ基本的にやはりまずは AT の初当たり確率に設定差がありますから、まあおそらくはモード移行、あとはもしかしたらですね、その獲得特化ゾーンの当選率なんかにも、まあ、設定差があることによって初当たりの差が生まれている可能性はあると思いますので、まあ、そういったところ挙動もしっかり確認していければなと思っております。お、スプリングマンジャクシュリー、やっとこんなもんや。さてと、不吉な予感が。お、結構盛り上がってきてますか。ノリノリだぜ。さあこのルーレット演出で8点と、まあタイトルの文字色なんかでも期待度の下がありますので、これは通常パターンですね。まあ、成功で、パワー獲得特化ゾーンに移行するかもっていう演出ですね。あ、レア役来ました。連続演出中などのこのびっくりマークナビはレア役スタンバイです。でチャンス目ですね。チ
チャンス目と強チェリーが強レア役という形になっているので、ここで、まあ、演出は失敗しましたが、まあ、メシアステージ中の強レア役なんで、ここは獲得特化ゾーンに期待しましょう。あ、すぐに来ましょうね。さあ今回は悪魔の先制術を覆せ、別の連続演出に移行しました。あーで赤タイトルに変化なので期待度大幅アップですね。さあまたレア役、まあ、レア役、おこれは、ああチャンスなんですね。まあレア役合算も約35分の1なんで、固めて引けるときは引けますね。さあ停止ボタンに連動した演出も出て、これで演出成功と。さあこれで正義超人チャレンジ、あとはもう一個アタックっていう獲得特化ゾーンもあるんですけど、今回はチャレンジに行くのかな。さあそして正義超人チャレンジなんですけれども、これ背景が確か2つあって、これいい方の背景かな、まあ、ちょっと消化していきましょうか。マイゲーム成立役に応じてパワーを獲得していくという形になります。ベル、おお30でかい、まあ、やっぱり子役が揃った方が平均的に獲得パワーも上がっていきますので、 OK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  これでかいですね。30、これで130獲得と。はい、消化後はですね、このジャッジメント演出で規定パワーに到達しているかどうかのジャッジが行われます。でこの時にマックスベットを押すと一撃で、プッシュを押すと連打で、規定パワーに到達しているかどうかの告知が入るという形なんで、今回はちょっと連打でやってみましょう。はい、で今回はですね246パワー獲得して、ここから前兆ステージに移行してっていう流れもあるんですけど、普通にメシアステージに移行しました。なので規定パワーには到達してなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ朝一なんで、300万パワー以内に当たりやすいっていうのもありますので、まあかなり当たりが近づいた状態なのかなというふうに思っております。そして、150万パワーを超えるとですね、メニュー画面が変化するんですよ。でこの時の、メニュー画面によっても、モード下だったりとかがあるみたいなんで、150万パワーを超えたら必ず確認っていう癖をつけておくと、モード判別に役立つんじゃないかなと思います。テリーは出ず、でアイキャッチ、こちらのアイキャッチもですね複数存在するので、まあ今までのまあ山本さんのシリーズでいうと、例えばパチスロモンキーターンシリーズとかも、まあ、アイキャッチで、モードを下してた部分があるので、まあ、こういったところもしっかり注目しておくといいんじゃないかなと思います。おで前兆ステージ移行への煽りが来てますね。はい、これが前兆ステージの正義の名のもとにステージになります。でちなみにこれが、100万パワー以内で突入することすると、チャンスモード滞在の期待度がアップする、そういった、まあ、モード下の、役割も担ってますんで、まあ、いわゆる前兆ステージがどのタイミングで入るかによって、まあ、ある程度モードの見極めにも役立ってくるんじゃないかなと思っておりますので、でこちらのステージなんですが、対戦カードがアップしていけばいくほど、本前兆期待度がアップするような流れのステージになってます。でそのまま発展したんですけれども、まあ、例えば白でいったら逆に期待度が高いみたいな、そういうパターンもあるかもしれないんで、一応期待しながら流れを見てみましょう。でここでまたレア役、おチャンスウェイですね。このバトルに勝利すれば初当たり AT という形になります。頑張れ。あ、でもプッシュボタン燃えてますよ。あーなんかいつも燃えてんのかなプッシュボタン。おーみんなが来てくれる、いいっすね。まあレア役来たですね。あ、カットインが入りました。これその
だったら直撃だったかな。まあ強烈薬とかあの強い経験、おお引いた引いた引いた、あ普通に100ですね。強い経験を引いた時はこうやっていっぱいポイントもらったりとか、あとは直撃の可能性もあるはずなんで、ガッチャイチャイ。あれあれ俺もう正義の名のもとに行くかなと思ってたんですけど、80、いやあるんじゃない、そうそう、これ最大で1000万パワーだったよね、下ちゃん。はい、そうだよね。あ、行かないですねなんか下ちゃん冷たくない、おめえ何やってんだわ初打ちでみたいな顔してない。ちょっといやいや、そんなことはない。ただすごいなんかハマってるように見えますけど、はい、実際はそんなに回してないですか、ね、そう、ゲーム数は全然ですよ。だからやっぱりちょっと深い規定パワー数が選ばれたとしても、正義超人チャレンジとかの引きによってはだいぶゲーム数をギュッてまとめることができるっていうのが一つ魅力、それをお届けしたかったんです僕は本当かなあ、お背景20でかい。あら、これはあれじゃないですか、内部的には赤背景と同じぐらいのパワー持ってそうですよ。はい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 、だから見た目上は青背景でも内部赤みたいな、まあそういった正規超人チャレンジじゃないですかね。明らかに獲得パワーが多いんで、でこれでもう足して1000万パワー到達しましたんで、まあ、必ず旗当たりもらえるんですが、まあ、ちょっとだけですけど、次回の、まあ、AT 後に持ち越せる分のパワーも少し貯めれたかなっていう状況ですかね。じゃあちょっと連打で見ていきましょうか。あ、はい、早っ、びっくりした、900前半にいましたね。これで、規定パワー到達で初当たりという形になりました。じゃあやっていきましょう。はい、で、まずは準備状態からスタートするんですけれども、まあ、継続ストック抽選中ということで、この準備状態中もレア役を引くことによってこの後の展開が有利になる可能性があります。でこちらをですね、7人の悪魔超人とその名の通りバトルをしていって、最終的に全部撃破することができればエピソード行って上位 AT へって移行する AT なんですけど、基本的なシステムはパツロモンキーターンシリーズのシステムを思い浮かべていただければ非常に分かりやすいんじゃないかと思います。まあ、継続率で管理されているんですが、その継続率がワンセットごとにシナリオによって決定されていくみたいな感じの仕組みなんで、で、ここで赤7を狙って、揃えてスタートという形になるんですけれども、これが正義超人の力だ。はい、このテンパイボイスによってそのシナリオの示唆だったりもあるみたいなんで、しっかり聞き逃さないように、あとは7を狙ってスタートさせることを心がけておきましょう。で、このタイトル文字ですね、ミート君の体を取り戻せ、この文字色なんかでも、シナリオの下を行ってるみたいなので、はい、ここもしっかり注目しておきましょう。赤文字ならチャンスだ。はい、で1戦目はまずアトランティスとのバトルからスタートなんですけども、ここでステカセキングが選ばれると、上位シナリオの可能性が高いとか、まあ、そういう対戦相手の並び順番によっても、まあ、いろんな示唆があるみたいです。であとはここの敵のキャラですね、ここの文字色が赤かったりするとそのセットの継続期待度が高かったりとか、まあ、いろんな示唆が行われてますので、そこしっかり注目しておきましょう。で次の注目ポイントはステージですね、ステージによって、まあ、期待度が変わっていくという形になるんですが、今ちょっとウルフが出てきてレア役成立しちゃったんでちょっと分かりづらくなっちゃいましたけれども、噴火ステージっていうところからスタートすると、C 以上かな、なんで 65% 以上だったかな、継続期待が、まあ、そういった形になります。はいはいはい、で今レア役引いてますけれども、まあ、レア役を引くことによってこうやって V ストックを取れたり、
もうあっという間でしたね。まあで一応ですね、ここに、まあ、メシア役のランプがあって、そのランプがついてる、レア役を引くと、V ストック確定になったりするんですが、今回は対応役じゃなくても乗ってくれたという形になりました。さあ、残りゲームがゼロになりましたので、ここからはバトルパートという形になります。いいっすよねこれ、もうアニメ思い出すな。このバトル開始の演出もいい。お、でここでメシア子役がなんだと、あ、やっぱりスイカでしたよね。だから、まあ、冒頭のスイカで、まあ、しっかり V 速取れたんじゃないかなと思いますので、とにかくこのメシア子役、対応役を引くことっていうのが V 速取るための大きな鍵になってます。で対応役以外でも、強チリとチャンス目、いわゆる強烈役を引けば V 速取れますので、まあ、強烈役を願いつつ、まあ、対応役をしっかり狙っていく。で対応役っていうのは基本このバトルパートで分かる形になりますので、もちろんここは展開によって継続期待度が大きく変わってくるんですけれども、しっかりヒットしてゲージも満タンになりましたね。このゲージ数が、溜まれば溜まるほど、まあ、勝利決着しやすくなるという形ですね。はい、クライマックスで、クライマックスもですね、青と赤のパターンがあって、こちらの赤パターンは期待度アップパターン、チャンスパターンです。懐かしいだな。さあロビンマスクが帰ってきてと、バトル勝利で継続と。で結構ワンセットあたりもですね、ゲーム数自体はそんな長くないんですけど、やっぱ純増が約6枚、まあ、6枚以上あるということで 6.1 枚だったかな。だからもうすげえ枚数増えるのも早いんですよね。さあ2戦目、スプリングマン。で結構ですね、シナリオざっくりと、まあ、全部把握できてないんですけど、見た感じだとやっぱ2戦目が結構鬼門というか、まあ、2戦目は期待度が低いパターンが多いんで、ちょっと危ないか。背景も青、ただ我らがウルフマンやってくれると信じてる。お願いします。ダメでしたね。いやまだ復活もありますから。ただなんかウルフマンが負けるのはちょっとなんか納得してしまう自分がいる。負けましたね。ああ今なんかこう終了画面のあれ普通なんですかね。なんかちょっと色味的に復活しねえかなとか思ってたら、ちゃんと復活してくれました。ありがとうございます。さあちょうど500枚オーバーで、残念ながら今回も一旦は敗北。いつもこの背景っぽいですね。分かんないですよ、第3でまた来るかもしれない。俺は油断しない今回は。はい、ダメでしたね。というわけで、今回は3セットだったんですけれども、まあという間にやっぱ500枚ということで、まあ初当たりを取った時は1セットでも多く継続させることができればかなり枚数グンって伸びますんで、まあ今回 V ストック1個しか取れなかったのかな。なのでまあしっかり V ストック取ったりとか、あとは上位シナリオの時にいかに落とさないかっていうのがかなり大事になってくるのかなと思います。でちょっとだけ持ち越しありましたよね。あ、結構あったか、100ありましたね。なのでこれでまた一気に当たるっていう可能性もありますから。はい、というわけで今回は、103パワーを取って再び通常時から再スタートという形になるんですが、ここで一つ注目点としましては、こちらはパワーではなくゲーム数の方なんですが、120ゲームプラスアルファのゾーンまでに、初当たりを引き戻すことができれば、さっき今3戦目まで行ったんですけれども、その3戦目までの状態っていうのが持ち越された状態で AT がスタートする形になるので、基本的にはバッファローマンを撃破すると必ずエピソードに行くよっていう権利がもらえるんですが、そのバッファローマンまでの対戦数
を、引き継いだ状態でスタートできる形になりますので、ここでまたしっかりパワーを貯めて、ちょっと深くても120ゲームまでにそこに到達することができれば、引き継ぐことができますので、それを目指してちょっと2回目の初当たり狙っていきたいなと思います。赤来い、青か。お、またもや、これは内部赤じゃない？あー、来てます来てます。まあ、でもしかしたらこれが高設定特有の挙動とかかもしれないですよ。しもちゃん、相変わらず鋭い男だな君は。でも本当に正義超人チャレンジいっぱいやれたおかげで、まだ持ち玉で、はい、遊戯はできてるんで、リクエストにお応えしての筋肉バスターと。まあ、だからやっぱりその延長中も細かいところに注目してれば当たるか当たらないかは結構わかるかもしれないですね。で今回はですね、ちょっとゲーム数がカウンターがないんで、まあ、詳細わからないんですけども、まあ、120ゲームプラスアルファのタイミングではちょっと引き戻してないとは思うんですが、それでも、バッファローマンが7人目以外で出てくるパターンも存在するという形にはなっておりますので、で一応そのからくりとしましては AT には SP モードっていうものが存在してまして、メシア子役の SP モードだったり、あとはバッファローマン SP だったり、あとはシナリオ SP だったり、とにかくその優遇されるモードみたいなのが存在していて、まあ、そこに、滞在していた場合いきなり1戦目からバッファローマンが出てくるとか、まあ、そういったことも、起こりうるらしいので、さあまずはテンパイボイスですね。はい、いつもと同じテンパイボイスだったかなと。はい、ここの文字も通常ですね。お、今回はミスターカーメンからのスタートという形になりました。モンゴルモンド終わりましたね。まあ、モンゴルマンの終了画面、モンゴルマンはチャンスキャラなんで、まあ、何かしらの大きな意味があるんじゃないかなと思うんですけれども、まあすいません。おー、第3で、ね、いろいろちょっとチャンスアップが勉強できます。ああ、肉ランプも光りました。レアエク否定すればって感じじゃないかな。でデカプッシュと、ありがとうございます。さあ941万パワーでの当たりと。そろそろじゃあ本気出していいですか。いや、早く出してもらっていいですよ。いや、やっぱ人間ね、自分を追い込まないとなかなか火事場のクソ力って出ないもんだから、まああえて一回単発を食らうことによって火事場のクソ力を誘発するっていう魂胆のもとに。はい、いや、じゃあ今回はちょっと期待して。いや、もう今回は本気です。はい、まあ、とにかく7セット目までいかないことにはちょっと上位 AT 見えてこないので。ちごちゃん、はい、手の引っ張りはいらんのですよ。ステージアップかな。あ、これついちゃったり、複数個ついちゃったり。あ、1個ね。よしよしよし、チャンスベル引きましょう。チャンスベル、さらに増えちゃう。おお、マジか、2個つきましたよ。初回からこれ2個つくパターンは、要はメシア子役 SP が発動してる可能性が高まりますから、これはちょっとゼガイヒでも継続させたいですね。お、この筋肉マークって言えばいいですか、筋肉マンのマークが出たら、まあ、基本レグなんですよ。これもう3分の2ですから、なんだったら強地チャンス目もあるって考えたらこれは大丈夫ですよ。やめろ、よし、
もうこの時点でいいってことですもんね。大丈夫ですね。チャンス目でも OK、追加でも OK、 指差し確認よし、ありがとうございます。ということは、はい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 、なるほどですね、まあ、これで V ストックでございますね。だからまあもうタイミングによってはなっちゃうかもしれないですけど、モンゴル版がこのパターン出てくれば継続プラス V 速取ったよみたいな告知になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、今回は普通にウルフマンが勝ったので、まあ、もしかしたら内部的に複数と思ってる可能性もありますけど、まあ、とりあえずはこれで、まあ、自力に近い形で継続したっていう流れになりました。そして楽しみなのが1セット目から2個メシア子役のアイコンつきましたから、 SP っていうのはまた2個以上つく可能性ありますからね。はい、アトランティス、なんだったらもうここでレア役引いて、おお、これあるな、ありますよ、こんな簡単にこの前半パートでつかないから。ああ、これは本当にマジで言ってるかもしれないですね、メシア子役 SP。何もなかったよね、今なんか出てた違和感。ジャック、いやでもジャックでもメシアは我々を救ってくれるんですね、ありがとうございます。さあ、とはいえこれで2セット目なんか綱渡りしてそうな感じはしますが、おもしですよ、今、メシア子役 SP にいるんだとしたら、この時点で3分の2は太陽役になるわけですから、なるほど。でもチャンス目っていう線もあるぞ、これは。いきます。あー、スイカね。あとはもうスイカがつくことを祈りましょう。ついたら俺の勝ち。やりました。いやでもこれ見るとメシア子役 SP かなり強力ですね。そうね。え、全部つくの、まさか全部つきました。いいな、テリーパンチのネーミング大好きなんだな。引いたんじゃないですか、今引いたんじゃないですか、マーク出てましたよ。よし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 、あ、巨人モンゴルマン来ました、ついに。だから結構複数個取ったときはモンゴルマン出やすいんだとしたら、今まではマジでしのいでた可能性ありますね。これでこのセットプラス次セットの勝利も確約されます。でも何の演奏も何の演奏もなくっていうさ、出ましたよ本当に。いやこれたまらんっすね。そしてこの状態になると全部美味しいとこ持ってきますね、モンゴルマンが。あ、やったこれでバッファローマンの勝利も確定ですよ、すごい。え、しかも2個びっくりマーク2個だから強チェリーとか引いた。あー、ここはジャークなんだ。でもやっぱ恩恵がでかいからそういうことでしょうね。おおで、もう完全にここからはもうオーバーキルの世界になるんですけど、まあ、お、あー、そうね、はい。でもちろんストックしましたよっていう告知が発生している以上は、まあ、何かのストックだろうっていう形になると思うんですよ。おそらく悪魔将軍とのバトルで使うストックだと思います。まあ、この辺は悪魔将軍バトル入ってからまた説明させていただこうと思うんで、まあ、無駄引きはないでしょうと。さあ、最後バッファローマンで、基本的にはこのような形で7戦目に出てくるのが、まあ、デフォなんですけども、1戦目から6戦目に出てくることもあります。で、そのどこで倒しても必ず7戦突破が確約されるっていうのがこのバッファローマン、すなわちもう撃破すれば絶対にエピソード行って、まあ、ジョイ80のチャンスになるよっていうのがこのバッファローマンっていうキャラの特徴です。おお、第一できました。
さあ筋肉プッシュバスターからのレインボープッシュ、はい、これで、シーンの悪魔超人を撃破しましたので、あと1ゲーム消化した後はエピソードという形になります。はい、エピソードなんですけれども、30ゲームの AT となっておりまして、ミート君救出後の、まあ、エピソードが流れるという形になります。さあというわけでエピソード AT が終わりまして、この後は悪魔将軍とのバトルに挑んでいきたいと思います。とりあえずこの段階で、AT7 ラウンドで1379枚持っているという状況なので、まあ、かなり枚数的にもここまで来れれば大きいかなという形になるんですが、まあ、この後がさらにまた、怒涛の上位 AT という形になりますので、それでは早速挑戦してまいりましょう。はい、ではですね、まずは厳密に言うと上位 AT をかけた悪魔将軍とのバトルからスタートするという形になるんですけれども、勝利で悪魔大行進確定、これが上位 AT ですね。で、まあ、レア役を引けば、勝利のチャンスだし、あとは5セットシステムなんですよ。で、5セット継続させることができれば必ず勝利して、悪魔大行進に移行するよっていう流れになってます。で、おそらくですけど、7人の悪魔超人とのバトル中にストック2個超過して取ってるんで、このストックに関してはここのセットに回ってるんじゃないかなと思いますんで、まあ5セットに対して実質2セットはもうもらえてる状況じゃないかなと思いますんで、まあ、その猶予も生かしつつしっかりと突破していきたいなと思います。ちなみに初回の悪魔将軍とのバトル、要はエピソードを経由した悪魔将軍とのバトルは期待度約 90% ありますから、ただでさえ勝ちやすい、さらにストックを持ってるんじゃないかという状況なんで、これは絶対落とせないですね。じゃあ行きましょう。はい、でラウンド開始画面が正規超人の方だったら継続期待度アップという形になります。まあ、今回は悪魔超人側ですね。さあこの時に、はい、もちろん筋肉マンが攻撃すれば継続オア勝利という形になりますので、必ずしも5セット継続させなきゃいけないわけじゃなくて、途中で勝利が決まることももちろんあります。はい、ラウンド2マウンテン、ただおそらくここまでは無条件でいけるんじゃないかなと思ってるんで、よし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 、ウォードマン、まあ、だから、ラウンド4が継続できれば5戦っていうことになるんで勝利になるのかな。ここが天王山ってことですよね。セリフは弱気ですね。プッシュボタン出ず、おお、少々少々少少、ああ、そして第1ステージで決まりました。ありがとうございます。はい、筋肉ドライバーを出して見事アゴマ将軍を撃破と。はい、このような形でですね、悪魔将軍を撃破すると悪魔大行進上位 AT に移行するんですけれども、負けてしまった場合でも、まあ、引き戻しゾーンに移行して、そこで、まあ、70% で悪魔将軍とのバトルを引き戻せば、さらにそこで勝つことで悪魔大行進にまた入るよみたいなルートに戻れるんで、まあ、とりあえずまず初回枠でもこれ 90% 以上でここに来ることができますから、まあ、必ずや射止めて上位 AT 楽しみたいと、そういうモチベーションでレバー叩いていきましょう。もう1550枚ですかね。もちろんこの間も AT 中ですからめっちゃ増えてる。さあそして、ここからは悪魔大行進の準備状態を経て、上位 AT スタートという形になります。おお、来た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 。ここでのレア役は、枚数はの抽選なんで、スイカはどうだろう。はい、でここはナビに従って紫7を狙うことでバッファローマン7が揃って悪魔大行進のスタートと。悪魔は何度でも蘇る、
はい、それでは紹介していきたいと思うんですけれども、こちらは、1セット100枚プラスアルファの枚数上乗せプラスセット継続みたいな形の AT となっております。まあ、上位 AT なんですけど、純増枚数は変わらずという形なので、まあ、とにかく枚数の上乗せ性能が高いので、まあ、比較通常の7人の悪魔超人バッの AT よりも枚数を大きく獲得しやすいという、そういう意味での上位 AT になってます。あ、追加でもらってたのかな。基本1セット100枚からなんで、50枚持ってるってことは多分レア役で乗せてますね。でこの間はですね、この枚数を使い切る前に、悪魔超人のアイコンを獲得、まあ、仲間にする増やすみたいなイメージなんですけど、アイコンを獲得することによってまずセット継続が確定して、以降はこのアイコンのランクがアップしていくことに、セット継続プラスアルファでもらえる枚数がどんどん増えていくという流れになります。でじゃあ何を引くと、まあ、そのアイコン取れるんだっていう話なんですけれども、基本はレア役もしくは、バーのカットインからの、バー揃い、この2経路で、アイコン獲得を目指していきます。こっちですね。これでステカスキングゲットと。で以降はですね、同じような流れでこのランクアップを目指していく流れになります。なんとかしのいで行きたかったんですが、とりあえず1セット目はセカセキングオンリーですね。で、アイコンに応じた悪魔超人の上乗せが発生して次セットへという形になります。で今回は最低保証の100枚という形になりました。さあ今回はさっきのセットよりも50枚猶予が少ないんで、ちょっと早めに決めたいですね。でこれ、下段に止まれば一角とかもありますね。まあ、おなじみの中押し一角だったり逆挟み二角だったり以外にもこう出目で楽しめるポイントがあると。おついてますね、肉ランプが。まあ、青カットインなんですけど、ってことはまあ揃うってことかな。おお下段一角、これもいいっすよね。また斜めに揃うと中打ちまで止まっちゃうっていう贅沢目、ありがとうございます。さあ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 順調に取ってます。おお来ました。これが、ハリケーンミキサーというゼロゲーム連の上乗せ特化ゾーン、いきます。叩き潰す。で一応ゼロゲーム連で50枚以上の上乗せが 75% ループしていくっていう感じです。いやこれはおい、もう250乗った。あっ、復活ツーン、復活運ですね。復活しませんでした。ただもうこれはいきますよ、300枚あるわけですね。もう2300だから、ここでさらにこれを使ってランクアップもさせることができるんで、これ完走いけるかもしれないですね。気持ちいい、青でも全然揃いますね。さあ1ランクアップですね。おい、イケボイスなんだよな、マウントな。160、あっ120、お、ああステップアップだ。あ、ミスター画面いいか。でもあんま出る演出じゃないんで強いんじゃないかな。おお強制、あこれです、これです。その要は、アイコンを取りつつ直乗せっていう、こうダブルで獲得、これめっちゃ嬉しいやつですね。
もうすぐ3000枚。いや、そろそろ乾燥しそうだろうな。あーって言ってたら乾燥しました。あとはちょっとエンディングをやってっていう感じですね。さあエンディング中のですね、映像なんかはこう皆さんでぜひ確認していただきたいということで、ちょっとここまで飛ばさせていただいたんですけれども、まあとりあえず今回3071枚の獲得で、一応1有力感が完走しました。で一応まあケロットフィーの銅も出てるんですけど、でこの後は、魔界の荒野という引き戻しゾーン、30ゲームプラスアルファの引き戻しゾーンに行って、そこでまずは悪魔将軍とのバトルを引き戻そうと。で引き戻せるとですね、また勝利すればさっきの上位エイティに行くっていう、そのループ、いわゆる魔界ループって呼ばれるループが起こせるかどうかで、まあ、そのスマスロらしい貫きが起きるようなシステムになってます。でこれはもちろんエンディングに行かなくても、悪魔将軍とのバトルで負けてしまっても、さらには悪魔大行進が途中で終わったとしても必ずこの状態には来れますので、そこであとはもうどれだけループしてやれるかみたいな感じで、最終的な出玉結果が変わってくるというような形になりますので、その流れをじゃあ見ていきましょう、専用のアイキャッチを経って、まあ、ここに悪魔将軍ゾーンっていうふうに帯が出ておりますが、これは魔界の荒野と呼ばれるステージになります。で、ここからはですね、マイゲーム成立役に応じて悪魔将軍とのバトル抽選が行われまして、その抽選に当選すると悪魔将軍バトルが発生して、で勝てば悪魔大行進、ただ負けてもこのゲーム数がリセットされるので、まずはバトルに入れることを目指して打っていく流れになります。おーリロック来た、やべえ、あーびっくりした。これここからフリーズっていう流れもありますので、フリーズすると上位エイティに行きます。まあさすがに追加じゃない、さあもちろんレア役は、バトルのチャンスだ。サンシャインがチャンスを吐き出して、アスラマンがダブル波から悪魔将軍と、これで、まずはバトルの引き戻しは完了しました。あとは勝つのみ。ただここからの悪魔将軍バトルは勝利期待度が約 30% とちょっと強くなってますんで、まあ、なかなか突破するには、レア役とかを引いていくっていうのも大事になってくるのかなとは思うんですが、じゃあ一回バトルの流れ見ていきましょう。基本は一緒です。いやいきなりマウンテン、聞いた、レア聞いた、おーしよしよし、チャンスある、おー勝つと、いきなり勝ちました。まあ本当はですね、1回ぐらい負けてまたあの魔界の声戻ってっていう流れをお見せしたかったんですけど、ほとばしちゃいましたね完全に。ありがとうございます。いややっぱレア役が鍵を握るんでしょうな。めっちゃ気持ちいいな。そしてあの第3で来るのマジびっくりするんだよな。本当はですねこのバトル中ももう AT なんで枚数も増えるよなんてところもお見せしたかったんですけど、まあ本当うまくいきすぎましたね。これでまた準備状態に行って、あとは紫7を揃えてっていう流れは一緒でございます。だからこのセリフもこの魔界ループにかかってるわけですよね。悪魔は何度でも蘇ると。さあこのような形でですね、魔界ループっていうものが起きるわけなんですけれども、ちなみに、魔界の荒野に引き戻しゾーンに行った時点でサマイ数がプラスだった場合は有利感が切れてます。なのでこの状態に入ったら必ず一応2400枚は出せる状態になって、それが終わったらまた、引き戻した時にはまた2400枚出せる状態になってみたいな感じになるので、この魔界ループうまくいっちゃった時にはもう現行機種でも最高峰と言っていいような引き戻し性能を体感できるんじゃないかなと思いますので、僕もこの続きはぜひホールで体感してみたいと思います。
さあというわけで、一通りの流れ打ちながら体感してきたわけなんですけれども、とにかくですね打ってみた打感としては簡単なんですよ。僕高純増の AT で色目押しがないっていうのあんまり記憶にないぐらい、もう押し順ナビに従ってればしっかり枚数取れるし簡単に楽しめるけど目押しもしっかり楽しめる、まあそこがすごく両立されているのが個人的にはすごく好きなポイントでございました。で、まあ、あの設定差のある部分に関しましては正規提灯チャレンジとか実際にその初当たりを近づけるものに、まあ、確率は出てるんですけども、今回僕が気になったのが結構強い方行ったんですよね。青背景と赤背景あって、青背景なんだけどこれ内部的に絶対赤でしょみたいな、そこの振り分けに、まあ、どれぐらい設定差あるのかなとか、まあ、そういったところはすごく気になったんで、この機種もちろん寝台考察ホール実践編でもやろうと思ってます。そこで実際に自分で打ってみてより考察を深めたいなと思ってますので、ぜひ今回の動画をご覧になってくださった皆様がですねこの動画を見た際に俺はここに設定差あると思うよとか、まあそういった考察をコメントに残していただけると僕めちゃくちゃ参考になるんで、ぜひ皆様も思ったこと感じたことご意見ぜひ残していただけると幸いでございます。さあそして気になるホール導入予定日は8月7日より全国順次導入開始となっております。皆様ぜひホールの筋肉マンの島でお会いいたしましょう。というわけで今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価、そしてへの突っ張りはいらんのですが皆様のコメントは本当にいりますので、ぜひコメントの方も何卒よろしくお願いいたします。